こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日は非常に面白い植物をご紹介したいと思います。こちらですね、もうなんだかよくわからない感じの形なんですが、じゃあ何かっていうと蘭の仲間なんですね。いわゆるその洋蘭とかって言われている蘭ですね。まあ蘭っていうとお花を楽しんでいただくっていうイメージが非常に多いと思うんですが、まあ、こういうですね、形の変わった、まあ、観葉植物みたいな蘭っていうのをちょっと流行らせていきたいかなと思いまして、ご紹介をさせていただきます。でこちらのエリアアポロイデスという蘭なんですけども、まあ、このようにですね、葉がこう重なり合って上にこう伸びていくような蘭で、まあ、形がこうグネグネしててとても面白いんですね。でこういうふうにですね、ピョロンと出てるのが根っこの部分になりますので、まあ、こういうですね、まあ、普通の観葉植物飾るよりも全然頑丈なので、まあ、割かし暗めなところでも葉はそんなに落ちませんし、乾燥にはかなり強いですから、まあ、ちょっとしたところにポンと置いていただいても普通の観葉植物よりも全然管理がしやすいという、とても優れた植物になっています。で管理方法としましては、まあ、乾燥に強いといっても乾燥させすぎちゃうと死んじゃいますので、まあ、湿り気がなくなったらたっぷりと水を与えていただければ結構ですので、まあ、大体このバークチップですとか水苔で植わっているものなので、まあ、そちらに湿り気がなくなったらたっぷりと水を与えるような感じで十分です。で、まあ、ちゃんと肥料とか、まあ、液体肥料なんかをですね、まあ、10日とか2週間に1遍ぐらい混ぜていただいてやっていただければ、そのうち花も咲いてきますので、まあ、花はちょっと目立たないちっちゃい花なんですけど、やっぱりその花も咲く観葉植物のような感覚で育てていただけると非常に長く付き合えるのかなと思いますので、ぜひ試していただければいいと思いますので、よろしくお願いします。